はい、では今日は、この仏教をこの聞く目的について話をさせていただきます。仏教ではこの聞く目的を、3段階に分けて、教えてくださいます。まあ、今ね、皆さんに送りましたメールで、ちょっと説明いたしますとですね、経典に、在家の人、まあ、一般の職業についている在家の人がこの仏教を聞く目的として1、この世の幸福、2、死後の幸福、3、下脱することと説かれていると聞きました。まあ、詳しく教えてくださいと。仏教ではこの3段階に分けて、仏教を聞く目的を明らかにしておられます。お釈迦様はですね、仏教を求める在家の方々にこの3つですね、教えてくださっています。まあ、私たちが一番、まず望むのは1つ目ですね、第一の目的であるこの世の幸福、この世をどうすれば幸せに過ごすことができるか、分かりやすくですね、お釈迦様は教えてくださいます。お釈迦様はこの悟りを開かれて発見した真理、まあ、これを正法と言います。正しい方、まあ、ダルマ、正しい真理をお釈迦様は発見されました。これをですね、さまざまな視点から我々にその人に応じて、まあ、どんな職業をついたらいいかとかですね、家族はどういうふうに、円満に過ごせばいいか、まあ、いろんな人に応じてさまざまな視点からさまざまな真理をですね発見されて、まずこの世幸福になる真理を説かれました。で、このこの世を幸せになった人が次ですね、思うのが、この世も幸せになならば、また死んだ後も幸せになりたいと。今、死後の幸福を願う人はあまりないと思いますね、若い人は。でも、この世を十分に幸せになって、やがてね、年を取りますと、やはり、この幸せ、また死んだ後も幸せになりたいと。いうような気持ちになった人には、また死後の幸福も解きます。まあ、しかし、仏教ではですね、生まれ変わり死に変わりをして、いろんな生命体に私たちが自分のまいた種まきによって生まれ変わりをいたします。でも、どの生命体に生を受けても苦しみの本質は変わらないと。ならば最後はね、苦しみ悩みの世界から、まあ、下脱したいという人にはこの下脱の教えを説くと、まあ、これが仏教の究極の目的であります。まあ、ここまで行く人はね、この気持ちを切る人はもうほとんどおりませんので、まあ、そこまで起きた人にはこの教えを説きます。でも段階としては、こういう 1,2,3 と説くことによって誰でも仏教が聞ける、ね、人間であればどんな人もね、仏法を聞きたい気持ちになるように、お釈迦様はですね、正法に基づいて正しい真理をお釈迦様は発見されて、解き明かしてくださっています。で、そこでまずですね、私たちがこの世幸福になるにはどうすればいいか、まあ、これについていろんなお経がございます。お経といってもですね、まあ、5000冊以上にも上っております。もう膨大なお経がありまして、いずれもですね、正法を説いた素晴らしい内容ばかりなんですが、まず皆さんが一番望んでいるのは、まあ、この世の幸福だと思いますから、この世を幸福になるには何を心がければいいのかをですね、六方来経というですね、まあ、シンガーラ経とも言うんですけどね、まあ、日本では漢訳で、六方来経というお経がございます。まあ、それを通してね、ちょっとお話をしたいと思います。まあ、これ詳しい話がまた、ね、面白いお経でね、種の話がいっぱいあるんですけどね、その一部を今日はまず、
紹介いたします。六法来経というシンガラ経という経に、まあ、この6つの項目を挙げられて、これを皆さんですねしっかり守ったらこの世は幸福ですよと、まあ、こんな言い方をしておられます。まあ、これ聞いたら当たり前のことなんですけども、朝寝坊はするなと、きちんとですね、日常生活を正すことによって健康にもなれるし、健全な生活をすることができると。また、まあ、不倫はしてはなりませんと。まあ、不倫をするといろいろ社会的なこともありますし、家庭が破壊することになりかねませんから不倫は気をつけなさいと、こう在家の方には戒めておられます。そして怒らずにどんな仕事もニコニコして仕事をしなさいと。まあ仏教ではこのね怒りについて怒りをなくす方法をね、さまざまな観点から書かれていますが、怒りっぽい性格、この怒りがあるといろんな点にうまくいかないことが多いです。仕事においてもね、この怒りをできるだけ減らす方向に仏教は持っていきます。そしてどんな仕事をする場合でも笑顔で喜びを持って生活をしなさいと。仏教ではこの喜びがないときは大体怒っていると言われます。これ怒りといっても、ね、意味が広くてですね、嫌だとかいうのも全部怒りなんです。喜びがあるときは怒りはないです。いつもニコニコしているとき、ニコニコ喜びを持って生活しているときは怒ってないと仏教では説きます。でもいつもニコニコしたり喜びを持って生きることはなかなか難しいですから、でもそういうふうに持っていけばこの世は幸せになれるということで、心がけとしては怒らずにどんな仕事もニコニコして、仕事をすればいいですよということを、教えられます。どんな仕事をするのでも楽しくニコニコやってください。そして、無駄なことはできるだけしないようにしなさい。ちょっと抽象的ですけどね、まあ、この項目についての内容がまた詳しく実は説かれているんです。一つの項目についてもですね、いろんなさまざまな視点からよくもお釈迦様ここまで分かるなという当時の人たちに説いた内容ですけども、今の我々にもですねぴったりくる内容もいくつもございます。まあ、無駄なことはしないようにします。まずはこの項目だけでもいいですからね、覚えておかれたらいいと思うんですね。そして悪い友達から離れる、まあ、これについてもね、悪い友達の条件はこういう人なんだということがですね項目でずらーっと並べられる。逆に良い友達とはこういう人なんだということをですね項目別に分けられる、ね、悪い友達から離れ、良い友達を持てばこの世は幸せになれますよということをですね納得できるように、誰が聞いても納得できるようにお釈迦様は説いておられます。そして、贅沢に溺れなさるなよと。まあこの身の丈に合った、ね、贅沢はいいですけどね、必要以上にですね、この人に自慢するためとかですね、異常な贅沢、これをするとこの依存体質が出来上がって。心の成長がなくなるんですね。これいずれもですね、これをすると心の成長ができなくなる。それ以上心が成長できなかったら幸せになれない。仏教では物が我々の幸福を決めるんじゃない、あなたの心が幸福を決めますから、この心を成長させるのが仏教であります。だからこれをね、気をつけることによってあなたは心の成長ができる。この禁止項目を守り、心を成長させることによってこの世幸福になれますよと、こう、教えられます。
まあ、詳しくないのはまたね、次の機会にしたいと思いますが、でこれらのですね、禁止していることをやってしまうと人はダメになり、幸福も安らぎも得られず、まだ世俗的な一般的な豊かさもねなくなってしまうと書かれています。で次ですね、この職業についてもね、私たち気をつけるべきことを教えてくださっています。仏教では職業のことをですね、称名という言い方をするんですね。称名、まあ、八正道と言いましてね、八つの正しい道をお釈迦様は教えられた中で、我々の人生において大半は在家の私にとっては大半はね、やっぱり職業なんですね。これ仏教で正しい命とこういうふうに言います。称名、正しい命、職業をはどういう職業を選べているのか、もう皆さんご説明選んでおりますけども、こういうふうにこういう心がけで職業をしなさい、選んだらいいですよとおっしゃっています。職業は、在家の方ですから、もう自由に職業を選んだらいい。ただ気をつければならない項目として、人を騙す、人を騙す仕事、生命を脅かす、これはお釈迦様はですね、決して幸せになれないから、気をつけなさいとおっしゃってますね。人を騙す仕事、これ騙すと騙される、これ罪悪ですから、いくらお金や名誉や地位があってもね、心は絶対安穏に安らかで穏やかになることはありませんから、騙す仕事はやめなさい。そして生命を脅かす仕事、まあ、具体的には武器、ね、あるいは占いなんかそうですね。占いなんかはこれは、仏教というこの真理に外れた内容が占いなので、決して占いの仕事は幸せにはなれない。武器の生産に携わることは人殺しのある意味業務ですから、そういう仕事に携わってもね、幸せにはなれないので、できる限り、控えなさいと、まあ、実際無視言いませんけども、いないと思いますけども、もしやってみていたら、相手と言い方変えますけどもね、できるだけ変えた方がいいです。まあ、やむを得ない場合はまだその立場で仏法は解きますけどもね、例えばお釈迦様ですよね、ある遊女といってね、もうそういうもうそういう仕事以外に生きる方法がないと、売春婦としてですね、生きる方法がない人も実際います。そんな人には離れたらいいけども、まあ、できなければ今のままで、なんとかまた幸せなる道を解きますけど、変えれるならば職業はこの正しい命、できるだけ罪悪を作らない、結局ね、苦しむのはね、罪悪なんです。罪悪によって心が傷ついたり痛みますから、この罪悪を減らす方向で仏教で持っていきます。まあ、私たちの職業はですね、ほとんど一日の大半は実際仕事をしてますし、死ぬまで私たちですね、仕事しないと生きていけないことが多いので、どうせ仕事するならね、罪悪を作らない仕事、逆に善に励むことができる、心が豊かになり、この皆さんの幸せを生み出すような職業にしていく。罪悪って何ですか？罪悪にならないような職業。それ罪悪って何ですか？罪悪じゃないものもあれば、罪悪のものもあります。罪悪という概念はどういう概念ですか？悪です。苦しめる垂れ巻き、罪悪と言ったら苦しめる、例えば殺生とかね、邪魔者は消えるとか、具体的に敵を作る、そういう職業がよくないですか？苦しめること、苦しめるためだけ、悪意に行くからだから、うん、悪を作らない、そういう生き方で、善を治めれば幸せになりますね。結局この世の幸福というのは、善を治め悪をやめないと幸せになれないんです。でこの6項目ね、これを
かり守ったらこれ善だから、この世を幸せになれるんです。でこれを破ると悪だから、この世を苦しむ不幸になる。だから職業も結局、まあ、善悪が分かってますけどね、心がけによってね、あの悪をやめることもできますし、善に励むこともできます。大体日本の職では大体あのそんな悪い職ではないと思います。武器の生産もありませんしね、あのそんな、まあ、詐欺師もたまにいますけどね、そういう人を騙したり正義を脅かす、そんなに多くはないと思うんです、普通一般の人たちは。でも普通一般の人たちでもね、心がけが間違ったらね、人を騙したり、あるいはあの苦しめることもありえますから、それで、ね、具体的にあの教えるんです。だから心が一つで今の 職業でもね、もうほとんど一日中8時間か9時間働きますからね、この職業仕事中でも善が実践でき、ね、悪を離れるような種まきができたら、この世は幸福になれる。しかしあまり善が実践できない仕事、もう悪をやらざるを得ない仕事ならば、幸せにはなれませんというのが仏教なんです。そこで具体的な項目をね、いくつも六法蘭経では詳しく挙げられて、具体的な方法論を説かれて、そしてこの世を幸せに導いたというお経なんです。実際これによって今まで2600年間の間、多くの人が、実際このお経によってね、たくさんの人が、幸せになっていかれました。ただこれはね、聞く価値のあるね、大事な内容だと思います。で職業ならば、まあ、具体的にはこの騙す、生命を脅かす、そういう職業は控えなさいと。で具体的には武器の生産とか占いなんかですね、できるだけ控えた方がいいですよと、こうは教えられます。あとですね、この職業に関してですね、次のような微妙な言葉で皆さんに問いかけられます。あなたの収入は正しい方にのっとって得ているんですかという言い方があります。やっぱり正しい方法で得た収入が立派になって自分のものになるんだと。人から騙したりね、盗みという方法もありますけどね、これはあなたは決して幸せにはしない。仏教でこの盗みという種まき、これはこの戒めてますね。殺生と中道と言いますね。で殺すという、殺生をする、そして盗みを働く、これは絶対幸せになれないということで、ここに挙げられております。だから収入もですね、正しい方法にルールにのっとったやり方で手に入れる、これが大事だとおっしゃっています。いくら商売繁盛にね頑張っても問題はありません。ただポイントはね、敵を作らないようにしたらいいですね。敵を作らない、敵を作らないね。で慈しみの気持ちで敵を作らない。あとまあ先言ったように罪を犯さないね、罪悪。こういう職業が大事だ。そういうのは敵を作ったり罪を犯したりするような商売はお釈迦様は禁止しておられます。絶対幸せになりませんと。いくらあの職業はね、どうしても競争がありますけどもね、お互いね、いい意味で励まし合いながら、特にウィンウィンになる、ウィンウィンのような関係になるような方向で持っていくと。ついつい競争するとね、相手を引き下ろしたいんですけどね、そうじゃなくて共に繁盛しましょうというね、これが仏教なんです。なかなか難しいですけど、これ仏教をしっかり学んでいかれますと、この引きずり下ろそうというそういう気持ちが減り、共にね、あなたも私も一緒に幸せになりましょうと、慈しみの気持ちで成果できるようになりますと、心はものすごい楽になります。もう仕事もね、楽しくなります。まあ、そこはね、これから話をしていきたいと思いますけどね。まあ、具体的にね、このように職業にしてもですね、敵を作らないように、ね、罪を犯さないような、まあ、そういう職業を
選んでくださいとこうおっしゃっています。まあ、これがこの世のですね、幸福についてのお釈迦様の教えであります。次にこの死後の幸福についてですけどね、死後の幸福について、これは何も日常生活とかけ離れたものではありません。この世を幸せに生きるにはですね、仏教の教える善を実践し、知恵を身につけて、心を清らかに保ち、そして罪悪を減らしていく。で、穏やかな心で、この世を過ごすことができれば、死後も、幸せな、また世界にまた生まれ、幸せに過ごすことができます。で、この死後の幸福とこの世の幸福、全く私たちは別個のものに考えますけどね、仏教では現在の延長が未来とこう教えまして、全く別個のものとは考えません。あの有名なお経、この親鸞聖人がですね、このお経が真実といったお経にね、無量寿経というお経がございます。7世以上にも上る膨大なお経の中で真実のお経と言われるのが無量寿経というお経ね。これ浄土真宗の教えは、この教えをこのお経を土台にしてですね、出来上がったお経で、このお経には深い真理がいっぱい含まれています。このお経の中に全部のお経が収まるような内容が豊富に収まっています。まあ、ここから話すのは実は良かったんですけどね、六法来経のね、もちろんこの中にもこういうこの世を幸せになれる真理も説かれています。でこのお経の中にこの世の幸福と死後の幸福の関係についてこういう表現で教えていただきます。仏法を実践する人は楽より楽に入り、妙より妙に入ると説かれています。仏法を聞いてこの世を幸福になった人は、この世は楽、楽しみね、この世は幸せな人生を過ごすことができ、未来も幸せな世界に入ることができますよと。この十はこれは良いと言います。良い漢文ね、良い、楽より楽に入る。そしてこの世、幸せな人は心が明るいですから、見よう、この世幸せな明るい心の人は妙より妙に入る。この世明るい心の人は死んだ後の世界も明るい世界に入ることができますと。このようにはっきりですね、善人は楽より楽に入り、妙より妙に入ると説かれています。この場合善人とありますのは仏法を実践した人。仏法を実践すれば悪を恐れ、この罪悪から離れていきます。最初はこれ作りまくってて、だんだんこの悪を作らないようになるし、職業の正しい職業をですね、実践するようになる、選ぶようになる。そして悪を離れ、善が実践できるようになっていきますから、楽より楽に、この世を楽しく過ごすことができる。そうすれば現在の延長が未来だ、命を得たならば、またこの業がね、業というのはこのそれまでの種まき、行いね、業が次の世界も、ね、引き継がれていきますから、この世を楽な人は死んだ後も幸せな世界、この世を心が明るい人は死んだ後もまた明るい世界に行くことができます。だから何も死後の世界といってもね、この世と全くかけ離れた別世界ではないんだと。まあ、これ仏教で輪廻転生といって、我々はもう当然のこととして生まれ変わりがある。今の蒔いた種まきが死後も引き継がれていくんだというのが仏教の教えです。で逆にもし皆さんがこの世をですね、まあ、仏法を実践しなければということなんですけども、
もし皆さんが仏法をですね、実践できなかったならばどうなるかといったら、これと同じようなことね、この悪人はとおっしゃってね、悪人は今度は仏法が実践できなければ、この世を幸せになれなければこうなるとおっしゃってます。十苦入、この世苦しみの人生のある人は死んだ後も苦しみの世界に行きます。この世暗い人、暗い心で生活する人は死んだ後も暗い世界へ行きますよ。これを十苦入苦、十妙入妙と言います。まあ、これ声で聞いてたら発音が同じなんで、何のことか分からないかもしれませんね。十苦入苦とはこの世苦しみの人は死んだ後も苦しみの世界へ。これ妙と言いますね、妙。あの名度の名の字ですけどね、妙。これは暗いという感じなんですね、暗いという感じ。この世を、暗い生活をしている人は死んだ後も暗い世界、仏教で名度という言葉がありますね、名度。名度という言葉が仏教であります。意味はこれ暗い世界。この世から未来のことが見えないということですね。向こうからは見えるかもしれない。でも、このシャワ世界から死んだ後の世界は見えないので、この字が使われます。これ、片明かりという感じで、片一方からしか見えないという意味なんです。だから、見事は暗いね。この世を暗い頃の人は死んだ後の暗い世界へ入っていく。まあ、仏法を実践しなければ、ね、この世も苦しい、死んだ後も苦しい。だから皆さんが死んだ後どうなるか、ね、知りたければ、この世を幸せに生きる人は楽から楽に入り、妙から妙に入るけども、この世を幸せになれなければ苦しみだから死んだ後も苦しみ、この世を暗い生活の人は死んだ後も暗い世界へ行く。これがこのこの世の幸福と死後の幸福とのこの関係で、こうね、教えて、くださっています。だからこの世の幸せと、死後の世界は全くね、別に分けなくてもいいと思います。で、まとめますとですね、この世の幸福と死後の幸福と、あと解脱、まあ、これ実はですね、これは3つともね、別々のものではなく一本道として説かれています。一本道ね。で、ほとんどの人が在家といってね、普通一般の生活をしてますので、仏教ではまずですね、この世の幸福、まあ、一般的には子供を設けます。そして家族を持つ、ね、家族を守って会社に行って仕事をする、で友達を作って人間関係を築いていく、まあ、そういうこの日常の生活がまず幸せにならなければならない。この世幸せになった人が次の章も幸せになる。で、結局幸せが不幸というのは、これはですね、悪をやめ、善を実践するが決まるんですね。だから仏教ではこの罪悪から離れていく、罪悪を作らないようにですね、善を過ぎていきます。仏教に教えられる善が実践できたら、この世は幸せであり明るい心になる。で、この種まきが最終的に仏教でいう悟り、解脱につながるんです。仏教では最終的にはこの悟りを開く、解脱ね、ここにつながる道程が悪を恐れ善に向かう、悪をやめて善を実践していく。それで、この具体的な教えもね、最終的には解脱につなげるための教えであります。だから仏教自身は別にね、仏教は宗教であるというね、そういう特別に分類はしてないです。ごくね、皆さん普通に生きていて、ね、
その生きる道が3段階になっているだけなんです。これを例えて言うとね、車で長距離を走る際にね、まあ、東京で言うならばまず一番で言うならばね、一般道路を走っている。で、一般道路から東京ならば首都高速道路に入りますね。だんだんスピードが上がっていきます。そしてやがて、関西の時は東名高速道路に入る。まあ、こういうふうに繋がっているような感じですね。例えていると。だんだんスピードが増しているという。まあ、こういう感じで理解されたらいいと思います。で、この世の幸福、死後の幸福、下脱、この幸せに導くために説いた教えを仏教で、正法と言いますね。よくお経でいきます。正法。正しい法。法とは真理です。ね、我々が幸福になれる真理、だから正しい方法なんです。で、これね、いろいろ学ぶことがあってね、お釈迦様は真理を発見されて仏法を説かれました。例えばね、この子供さんに対してこういう教え方をするんですね。この子供の頃からね、私はもう手遅れですけども、お釈迦様の教えの通りですね、やっていたら、それが正しい方法になるね、必ず勉強のできる子供になって幸せな子供になると教えるんです。例えばこういうことですね。お釈迦様ですね、教えの通り生活すれば無駄がないから、ね、無駄なことがなくなってきてですね、学校に行ってもね、確実にうまくいきます。じゃあ勉強するときに、どうすればいいですかという質問があったときにね、お釈迦様はこうおっしゃいます。よく聞きなさい、ね、先生の言うことをよく聞きなさい。当たり前ですけども、よく聞きなさい。これ仏法も大事ですけどね、よく聞きなさい。次に、よく復習しなさい。よく復習しなさい。そして次に、教えている人に敬意を表しなさい。こう開きます。皆さんがね、この学問に熟達する、この学問を熟達するには、この3つが大事なんですね。よく話を聞く。で、聞いてもね、やっぱり復習が大事。繰り返し、復習することによって自分のものになっていきます。そして先生をね、バカにしていたのは絶対その学問は成功しません。成就しません。やっぱり説く人を尊敬する敬意を持って、聞かないと、その教えているものが自分のものにならないんです。これ3つをお釈迦様ね、証拠として教えてくださっています。で、こうなればですね、どうなるかというとね、敬意を払って聞いた生徒さんはですね、当然先生、私も先生たちですから分かりますけどね、まあ、生徒に心を気をかけるようになりますね。よく聞いて復習し、敬意を持って聞いてくれる人にはですね、やっぱり心がかかりますよね、まあ、可愛くなります。そうすると可愛がってもらえたら生徒はですね、リラックスができて勉強ができるようになる。で、親切な先生はね、もう大好きになります、ね、やっぱり先生が好きになったらね、やっぱり、勉強できるようになる。私もね、英語が好きだったのもありますけど、先生が好きだったのもありますね。逆に嫌いな先生はね、先生上がりませんでした。だ、結構先生もね、影響を受けますね。その学力が向上できるかどうかのポイントとして、これはやっぱり私は真理だと思いますね。よく聞く、よく復習する、敬意を持って聞く。で、このようにね、実践していくと、生徒をですね、先生が大好きになり、勉強できるようになって、何の苦しみもなく学業が成就します。これを仏教で正法というんですね。こういう教えが、例えば夫としての務めとかね、妻の務めとか、もう六法来家といってね、これ六法とも人間関係なんですけどね、さまざまな人間関係においても成功する方法、称号が詳しく説いているのが仏法ライターです。これなかなか単語になります。まあ、今日はちょっと
あまり言えませんけどもね、わずかなそういうね時間でこの消防のすべてを話することはできませんが、ね、で消防にあって仕事をすると、ね、何の苦もなくこの世を幸せになれるし死んだ後も幸せになれる、ね、でこのように仏法を聞いていくとだんだんね、知恵も身についてね、仏法を聞きたい文法をする気持ちも強くなって、で最終的にはね下脱にしてみようかなと悟り開きたいなという気持ちになったら、まあ、出たし出たしなんですね。まあ、このようにね、この3つの目的がありますけども、ね、まあ、一気にね、この下脱まで進んでもいいんですけどもね、そうやってめったにいませんから、まずはこの世を幸せを目指す。そしてこの世を幸せになって、次死んだ後もまたね、幸せになる。で最終的にはね、もう次の章をずっと後でもいいから下脱しよう。何回生まれてもね、人間界に生まれてくれるような、そういう種まきを実践し、この世から未来にかけて幸せになれる。これは全ての人が求めている幸せですからね。仏教は宗教の枠にね、とらわれずに、ね、どんな人でも聞くことができる。ね、非常に私は素晴らしい教えだというふうに思います。